皆さんこんばんはジェームスです最近日本の小笠原南とマリアナ海溝で共振が続けて発生していますまたこのマリアナ海溝で地震が増加し関東と東北で地震が増えていますまた関東南部の八丈島では無感覚地震が多くなっていますそして米カリフォルニア州ペトローリアでマグニチュード4.3の共振が発生しました ここは1992年のマグニチュード7.2の共振で多くの犠牲者が出た地域です30人の人がアメリカの usgs で地震を感じたと表示してくれましたここはサンアンドレアスフォールドゾーンの近くに面倒しのトリプルジャンクションがあるところですまたカスケーディアスブダクシンゾーンとも近く最近続いて共振が発生しているところなので現在多くの米国の地震学者が 米国カリフォルニアのペトローリアで発生した M の強振について懸念しています台風のことをお伝えします台風14号が北上しています今年に入って最高等級の超強力台風として発達しているが韓国には来週初めごろ影響を与えると予想されています韓半島の南の方に巨大な渦雲が登場しました目がはっきりと発達した14号台風チャンプです 台風チャンプは30度を超える暑い海を通り関半島の近くまで勢力は弱くならず川を維持すると予想されます今月6日に発生したチャンプはフィリピン付近の暑い海で勢力を拡大しました今年に入って最高等級の超強力台風です最初よりは勢力が弱まりましたが依然として秒速50メートル以上の強風があります台風は今週末に 台湾を通過し、来週初めに中国南部海岸まで進出します。その後、北側の冷たい空気に押され、方向を東に変え、この場合、来週水曜日頃最終南側の海上に侵入する見込みです。このあと台風は日本に向かうと予想されますが、まだ流動的です。日本とヨーロッパも似たような見通しを出しました。こののの経路通りりならら台風の前に発達する雨雨雲のためチェジュ島では来週月曜日から雨が降り 水曜日に直接影響圏に入ってさらに激しい雨風が吹きます韓国に乾燥した空気が位置しているため台風が上陸しない見通しであるがその代わり火曜日と水曜日の南部地方でも大雨が降る恐れがありますしかしまだいろいろな変数があります台風が海抜三千メートルの産地が多い台湾を通過し勢力が弱まることがあります 一方予想とは違って台風が台湾に上陸せず周辺の海を通り過ぎれば強い勢力を維持したまま我が国にさらに近づくかもしれません台風が韓国に与える影響は台湾の過ぎる明後日、12日頃もう少しはっきりすると思われますルート詳細は本日11日か明日12日の日曜日の午前中に判明する見込みです韓反東北西に位置する冷たい空気が南下する中 台風がもたらす高温の水蒸気が流入する場合、二つの空気が出会う時点で集中豪雨が発生する可能性があり、豪雨の危険性があるため事前の備えが必要です。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。